これまでとはもう全く異なる次元の暑さになってますので、7月の管理作業というところでこの位置で切ります。根元で切ります。こういう形で5枚あったら1枚でも葉かきして、でピンを取って縁取り、皆さんこんにちは、おさぜん農園のおさむらです。本当に8月に入りですね、もう梅雨も明け、連日40度近く気温が上がる毎日ですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は8月の管理作業というところで、栽培作業ですね。まあ、うちの場合はポット育苗でやってまして、で、ランナーで繋がっているんですけども、それをこう切り離していく、切り離し作業、で切り離し作業の後ですね、ちょっと簡単にうちの方での管理の方法をご紹介したいと思いますので、そちらも合わせて、ご覧ください。よろしくお願いします。では早速なんですけども、もう親株から5月ぐらいからこうずっとランナーを受けていって、もうこの辺りとかもう置くスペースがないぐらいぎゅうぎゅう5ロぐらいかなには行ってるのかなという感じで、もう本当実際ピンを刺すスペースがないので、もう切り離してしまうというところで、もう今日は切り離しをどんどん今絶賛してます。後ろ見てもらうとね、ここら辺あたりはもう切り離した後の、状況でして、どんどん切り離して、でちょっと別の場所で管理するってことをやっております。切り離し作業を実際どういう風にするのかってお伝えしておきましょうかね。ランナーこういう風な形でつながってます。片側がつながっていて、片側がもう切れている状況だと思ってまして、でこれがピンがランナーでピン刺ししたピンですね。でこの状態で切るんですけども、まず一つ目のポイントが、このつながってる方のランナーの切る位置です。これまず一つ目のポイントですね。例えばここなのか、ここなのか、ここなのか、もうもっとキワキワなのか、まあ、いろんな選択肢があると思うんですけども、うちの方では、このポットに沿ったここですね、この位置で切ります。でこっちの出てる方はもう根元で切ります。これで完成ですね。ランナーつながってる方は残し、さっきから出てるところは根元で切る。でまずそもそもなぜここで切るのかなんですけども、これはですね、ちょっと先になるんですけども、定植の時に、植える向きの目印になってまして、イチゴというのはですね、ランナーが来た反対側にだいたい花を咲かせ、そして実をつけるですね。まあ本来は正解はこのクラウンの向き、クラウンが沿ってる向きの反対側って言うんですけども、まあ、それとほぼ同じで、ランナーが来た反対側に花が咲き実ができるので、まあ、これを目印に植えるときに、これを反対側にこう持ってくれば必ずこっちって自分の手前側に、実ができますよというところで残してます。みんなで一気に植えるときに、これ植える向きどっちかわからへんってなるとね、やっぱり定植のスピード格段に遅くなるので、定植スピードを速くさせるために、目印のためにここを残してます。で残しつつ、あとですね、なぜここなのか、もっとこっちでもいいんじゃないのかって言われると思うんですけども、ここにした理由としては、この後ですね、こういう専用トレーに並べていくんですね。伸ばして切っちゃうと、こういう形で常にこうぎゅうぎゅうの時に葉っぱにこの軸が当たったり、なったらこうなってこう刺したりするとこう邪魔でしょ。これ作業性を考えると、ポットに沿って切るで、これがちょうどこう当たらない、干渉しない位置でポットを切っていけるっていうところで、うちの方ではどんどん取って、こっち側はこっちで、手前は切るで、って形でやってます。ちょっと一回やってみましょうか、いろいろね。こういう形でどんどん、こんな感じで。で、この切るタイミングなんですけども、一番最後の株が発根するタイミングでいいと思うんです。切り離して間もなかった、発根しなかった、
枯れてしまうと意味ないので、この一番先っぽの株が発根して、根がついたタイミング、だいたい天候にもやって前後するんですけども、だいたい最終ピン刺しから10日から2週間ぐらいで、一番先がしっかり根が発根したタイミングで、まあ、切り離しをしていくっていうような形でいいのかなと思います。サゼン農園ではもう切り離し作業をこ一気に、太郎まで全て切り離します。もう一つの作業を細かく分けずに、一つの作業はまとまった作業を一気に繰り返す方が作業効率も上がっていきますし、作業スケジュールも立てやすいし、株管理もしやすいので、まあ、うちの方ではそうしています。まあ、人によってはね、半分まで切り離して、残りランナーをまたもう一回効率化してとかって方もいらっしゃると思うんですけども、あくまでお作前では、すべて一気に離し、で、一気に管理するっていうような形でやっております。うちの方では、まず栽培は栽培だけ、やった後、刺してるピンを取ったりとか、はかきをするっていう作業を2つに分けてやってます。で、この後ちょっと別で移動して管理をしている場所に移動したいと思いますので、そちらの方で移動してみます。はい、場所を移動してきました。まあ、うちの方でこちらの方で切り離しした後の苗を、管理してるんですけども、こういう形で苗が斜めないような形で、千鳥の状態で株を管理します。まあ、こうすることでちょっとでも風通しがいいような状態で千鳥状で管理しております。ですから、ここでこう持ってきた苗がありましたら、まあ、ここからで作業としてはもうこのピンを取って、で、千鳥にする。取って、千鳥にする。で、この時に、葉っぱが5枚、6枚ある株がもしあれば、こういう形で5枚あったら1枚でもはかきして、でピンを取って千鳥、まあ、こういう形で切ってきたやつをこういう形で千鳥にして、でここに置くと。で、完成です。ここまでが一応、まあ、切り離し作業と呼ばれるものですね。もう切り離したとここまで行けば、あとはもうとにかく毎日水管理、液肥管理をして、株を枯らさないように定食に向けてしっかり準備するというのが、夏場の管理かなというふうに思っています。今、切り離し後ははかきはしましたけども、夏の暑い時に葉っぱを刈いてあげるとストレスになったりしますし、もうあんまりしません。で、水管理に関してはもう基本的には乾いた時にたっぷり、もうすぐ乾くんで、こんだけね、連日猛暑ですと、もうほんとすぐ乾くので、もう乾いたらたっぷり、乾いたたっぷり、ほぼほぼ毎日水やり、そして、まあ、液肥に関しても測定しながらやっていくっていう流れです。で、まあ、温度管理に関してももうほんと、まあ、ね、この前動画を上げさせてもらった通り、暑さ対策、はしてますけども、なるべく涼しくなるように管理するぐらいしかないですね。本当はどんどん低くしたいのは山々なんですけども、これだけ暑いとね、なかなか下げることはできないので、なるべく涼しくする、まあ、それが寒冷車なのか循環線なのか、まあ、いろんなね、資材ありますし、そんなものを活用しながら、実際なかなか難しいですけども、とにかく涼しく管理をしてもらえればいいなっていう形です。まあ、とにかく本当8月は暑いので、まあ、暑い中で、まあ、1号苗をどういうふうに管理し、定食に向けて準備していくか。で、一番大事なのは、やっぱここからの病害虫、特に病気ですね。特に炭疽病が出ないように、まあ、本当先ほど風通しを良くしたり、水をやる時間、底面給水の水やる時間を、工夫したり、もし炭疽病の株があったらすぐに除去したり、本当に炭疽病対策っていうのをできる限りやるというところが一番大事かなというふうに思っております。で、まあ、細かいですね、何時にどれぐらいの水やりをしているのかですとか、炭疽病の対策とかで病害虫管理でどういった農薬の選定をしているのかとか、底面給水マットをどうやって使ってやるのかとか、その辺を詳しくお聞きしたい方はですね、おさぜん農園メンバーシップの方でですね、ちょっとより詳細にお伝えしている情報もございますので、もしよければそちらの方で
ご覧いただけたら嬉しく思います。とにかく本当に暑いので、体調管理しっかり気をつけながら働く時間ね、本当に、まあ、ご自身もそうですし従業員さんもそうだと思うんですけども、本当に無理のない働き方、本当にこれまでとはもう全く異なる次元の暑さになってますので、これまでと同じではなかなか厳しいと思いますんでね、本当に工夫しながら皆さん、この暑い夏一緒に乗り越えていきましょう。はい、以上で今回の動画は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。